タトラ t さんタトラ t さんこの項目ではタトラ国営会社スミーホフ工場が製造した路面電車車両のタトラ t さんのうち東ドイツの都市シュベリンの路面電車であるシュベリン市電で使用された車両について解説する付随車のタトラ b さんとともに1973年から1988年まで長期にわたる導入が行われ2004年まで 営業運転に用いられた。1908年に開通したシュベリン市電では、第二次世界大戦後の東ドイツ成立後、同国の国営企業で製造された二軸車が多数導入された。一方、ソビエト連邦を中心とした経済総合援助会議のもと、東ドイツを含めた東側諸国向けの路面電車車両はチェコスロバキアに存在したタトラ国営会社。 スミーホフ工場で生産されたタトラカーを標準型とする方針が決まり、1960年に東ドイツ向けの車両となるタトラ T3D が試作され、ドレスデン市電での試運転を経て1967年から本格的に量産が始まり、新興住宅地と市内中心部や工業地域を結ぶ大規模な路線建設計画が決まった。 シュベリン市電へ向けても1973年から導入が開始された。タトラ T3 は従来の車両と比べて軽量化を図った車体構造を有するボギー車で、シュベリン市電をはじめとしたループ線が存在する路線での使用を前提とした構造となっていたため、運転台や乗降扉は片側のみ設置されていた。そのうちタトラ T3D は、 東ドイツ向けに設計された車種で最高速度が他国向けの車両から時速 55km に抑えられた一方、同時に製造された付随車であるタトラビー 3D が牽引可能な歯車比となったほか、主電動機の出力も他国向けの車両から増加した。この T3D、B3D は従来東ドイツに導入されていた路面電車と比べて、 車体幅が 2500mm と広く、先に導入されていたドレスデン市電やケムニッツ市電では、プラットフォームと車体が接触する危険性が指摘された。そのため、シュベリー市電では、新規路線の車両限界を T3DB3D に合わせるという対応を取っている。3両編成1973年8月から導入が始まり、1988年までに、 T3D が118両、B3D が59両生産された。導入初期は変電所の出力不足により新規路線に T3D、B3D が使用できず従来のに軸車が投入される事態も生じたが、以降は路線新設への対応に加えて、これらの二軸車の置き換えを目的とした増備が進み。 導入が完了した1988年をもって、シュベリン市電から二軸車は引退した。T3D は1両でも運用が可能な設計であったが、シュベリン市電では輸送力を確保するために2両編成や3両編成での運用が主体であった。東ドイツ末期の1988年には、運転手不足を解消するため4両編成による 試運転も実施されたが、電力消費量の増大が課題となる営業運転に用いられることはなかった。1990年のドイツ再統一を受けて、シュベリーンデンが国営路線から民営路線へ転換された一方、T3DB3D については近代化工事が施行されることとなった。対象となった車両は、乗降扉が従来の折戸式から、 プラグドアに変更され、座席や窓の交換が実施されたほか、T3D の電気機器についてもアイグ製の電気紙、直波制御に対応したものへと交換された。また T3D について、連結運転時に先頭に立つ車両は、運転台の拡張が行われ、運転台側のプラグドアが、片開き式となり扉幅も縮小した T3DC-1 に改造された一方、 後方に連結される車両は、運転台の機器の一部を撤去した T3DC2 となった。これらの改造は、T3DC1、T3DC2 については1991年から1994年に、B3DC は1994年から1995年に実施されたが、対象とならなかった車両も多数存在し、一部は1990年代後半に、 他国の路面電車路線やドイツの博物館にへ譲渡された。再統一後、急速に進むモータリーゼーションによって利用客の減少に見舞われたシュベリン市電はサービス向上のため2001年から部分、超低床電車の SN2001 系の導入を開始した。これにより、更新車を含めた T3DB3D について全車とも置き換えられることとなり、 2004年2月23日をもって営業運転を終了した。その結果、シュベリン市電は旧東ドイツの都市で初めてタトラカーが全廃した路面電車となった。引退した T3DC1 や T3DC2 は2005年までに後日の各都市への譲渡が行われたが、B3DC については全社解体された。2014年の時点で、 シュベリン市電には以下の車両が残存する。内太字で番号が記されている車両は胴体保存が行われている車両である。シュベリン市電で廃車となった T3D の一部は以下の都市への譲渡が行われた。また、未更新車両の一部についてはドイツの博物館への譲渡も実施された。ありがとうございます。